敵部隊接近、みんな気をつけて。さあそれではやってまいりました、総統戦バルバドスで出撃です。成績は見ての通り、今のところ5回出撃して、負けなしでございます。1位取得率は6割を超えております。5回出撃して3回、1位を取っております。さあ負けなしで挑んだ今回の今日ですね。あ、怖え怖え怖え。さあ慎重に行かないとな。おい、ちょっとダウンしててね。このやっぱりダウンが取れるのは非常に大きいね。この距離からでも当たるんだろう。ほら当たった。よし、オッケー、よし、うわー、痛っ。そう、相打ちにならなかったか。先に打ちたかったんだかな。ちょっと若干あっちの方が早く入れたという感じか。あ、怖え。よし、撃破、ほらよ。よし、うまく当てられた。いけ、さすがに無理か。さあちょっと射程外ぐらいからぶつけていくのがやっぱりいいのかな。ほらよ。バッチリ、運いいな今のは。お、やる。よし、ナイス。いい声。敵を次々撃破している味方がいます。敵戦力残り 50% です。よし、当たってね。やるな。ちょっと助けてほしいかな、味方に。今回復してる。あ、しまった。よし、オッケー。ちょっとダウンは、ダウンは奪えなかったかな、今ので。まあいい、まあいい。まあ3人にちょっと囲まれてるみたいな状態だったから、まあ仕方ないだろう。よし、オッケー。溜めて溜めて、ガードが硬いぜ。ほらよ、ちょっとダウン奪って、ほらよ、くそ、玉切れか、危ない。さあどうするかな、どうやって攻略しよう。よし、オッケー。ちょっと寝ててくれよ。ほらよ、ナイス。そして回復、味方の回復はこれでバッチリ。いくぜ。今です。あー、まあ、いけない、やばい、やべえ、やべえ、やべえ、厳しいな。ちょっと来てほしいな、味方。ちょっとだけ助けてくれ。さすがにこれはちょっときついな。さすがにちょっと援護が欲しい。ほらよ、よし、当たった。怖え怖え。ほらよ、あ、ダメダメか、外れた。うわー、いやー大丈夫だ、まだいける。いやー、ちょっとやっぱり実況になるとやっぱ焦ってるな、私うまくやれてないような気がする。しっかりとよく見ていこう。よし、ちょっとダウン奪って、あー、ちょっと怖いな。あ、大丈夫大丈夫、しっかりと見てから。ちょっとダウンしててね、ダメだ、弾切れが。よし、あー、やばい、ダメか、今のは遅れたか。でも味方は回復できたかな。あー、まずったな、今のは痛い。頼む味方、倒してくれ、たくさん。ちょっとバスターを気をつけて撃てきだったな、最後の方になってるのに。ちょっとよそ見をしてしまったのが痛かったな。いやー、助かる。暴れてくれてる人がいるな、助かるぞ。その調子だ、倒してくれ敵を。素晴らしい、鬼人のごとき働きという感じでしたね。ありがとうございます。
最後私何もしてなかったな。しゃあないけど。わーやられたけど、まあ結構働けたんじゃないかな。まあ損壊は実況外に比べて抑えた、控えめになったとは思うんだよな。なんとか抑えることはできたと思う。さあどうかな。まあプライベートの時はもうガンガン攻めたんでね、もう4損壊しようが関係なく突っ込みましたからね。まあ今のところ全勝してるからいいんだけど。さあこれで一応バルバトス、6連勝か。一度も負けないバルバトス。すごい強いな。はい、今回はこんなところでございます。すごいな、1位これで6回出撃して4回取れてんのか。ものすごい強力な機体だと思うわ。これでノーマル OS ですからね。これ走行強化2とか機動強化乗ってたらもっとえげつないことになるんでしょうね。いやー、バスターがやっぱり優秀だったんですね。やっぱ2位か。送っとこう、賞賛を。かなりお上手な方でした。狙い撃ちされましたからね。はい、それでは、ダメージ時計いくか。さあ、行きます。はい、ダメージの方なんですけど、与えたダメージが3908、受けたダメージが2756でした。こちらの方、与えたダメージの方はまあ全体で3位かな。3位、まあ0になってからね、ゲージが0になってから攻撃力が上がった状態でちょっと戦闘ができなかったんでね、あまりそれがちょっとあまりというか全然できなかったかな。んでまあちょっと3908というような感じで落ち着いてしまいましたね。まあ最後倒しまくってればね、多分生き残ってて5000超えたんじゃないかなとは思います。あとは受けたダメージのは2756、こちらは全体で、全体で2位かな、2位の少なさっていうか、うん、2番目ですね。まあまあ良かったんじゃないかなと思います。まあ実況にしてはちょっといつも練習の時よりは、先に乗った5000よりはまあちょっと落ち着いた成績になってしまいましたけど、まあプライベートの方はまあちゃんと5000、6000取れてたんでダメージ、まあ、ある程度戦える機体だというのは、まあ、見せれたんじゃないかなと思います。そうですね、タックル一応ね要望されてたんですけど、タックルタックル全然使う余裕なかったね。練習の時結構タックルできたんですけどね。カウンターも結構成功させてたんですけど、なんか距離取って戦われたってのもあったし、私自身がね今回は距離を取って戦ってたというのもあったんで、そうですね、次回ぐらいはもう一回バルバトス乗って、今度は普通のスタンダードっていうか総統戦じゃない方で、まあ、出撃して、まあできればタックルの方をねバシッと決めたいですね。完全に射撃戦をやってましたみたいな感じだったね今回。まあでも今回はね、あくまでメインとメイスをしっかり使えてたのは見せれたんじゃないかなと思いますので、それでは、今日はこのぐらいにしたいと思います。あと必要な強化パーツの方をちゃんと教えてくださいみたいな感じもあったんで、まあ、一応レベル2になるための必要な強化パーツの画像貼り付けておきますんで、まあ作ろうと、この機体作ろうと今頑張ってる方、必要なパーツの方をね確認して、まあ多分必要になると思うのは総統戦の方のパーツなんで、まあそちらの方ねちゃんと確認してまあプレイしていってもらえたらいいかなと思います。それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。